はい、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、上田だよ。本日もよろしくお願いいたします。本日紹介するのは、4月3日より、アサヒビールより、発売されたリラックスすっきりレモンビネガー。こちらをご紹介したいと思います。こちら、フルーツビネガーのチューハイということで、その中でも今回は、こちらのすっきりレモンビネガー、こちらをちょっと飲んでみたいと思います。アルコール 8% のすっきりレモンビネガー、ちょっと飲んで開けてみます。なんでまず入れてみます。こう言うとですね、ちょっと、あ、でも、あ、いい匂い、レモンの匂いがしますね。はい、いただきます。本当に甘いジュースというよりも、このアルコールを飲んでるという飲み応えのあるチューハイですね。まあ、一応飲んでいっていきましょう。レモンビネガー、レモン酢を使用したすっきりとした味わいのチューハイ。アルコール 8% で飲み応えがありながら優しく飲みやすい味なので、ゆったり過ごすひとときにぴったりのお酒です。でもアルコール 8% だからね、結構強いですよ。こうなります。ですね、グッグなっております。さあ、少し甘くないと言いながらも51カロリーあるというアルコールが高いからかなっていうのもありますけど、そう、無果汁だけど結構甘いめですね。まあ、いろいろとね、砂糖が入って、糖類が入ってるんで、結構、果ジュースなんですよね。果ジュースだけど、結構。ビネガー、酢は入ってるけど、なかなか、よし。もうね、22時とかね、飲んでゆったりしたい時にね、ぜひこのチューハイ飲んでみてはいかがでしょうか。じゃあね。